やっほー、博士元気？おお、よく来たね、二人とも。ああ、それで僕らに頼み事ってなんだい？実は、ジョジョーン！タイムマシーンを発明したから、カカオくんたちに過去の世界へタイムスリップしてもらいたいんよ！ふふふ、なんだって？こんばん。テレレレッテレー！タイムマシーン！ミステリー案内人です。タイムマシーン？欲しい欲しい！時の流れに関しては、時の番人さんにお願いするのが一番ですが、どうやら人間でも時間を操る研究をしているみたいですね。成果は出ているんでしょうか？早速見ていきましょう。へえ、これがタイムマシンか。すごいじゃないか、博士。え、変だよ。さ、それじゃあ早速準備するんよ。え、あ、いやいやいや、私はやだにゃ。タイムマシンなんて何かあったら怖いもん。彼らは伝説の殺し屋、アルカラム一族のカカオとガーナ。現在も殺し屋を生業としている人物です。安全面は問題ないんよ。あと報酬はたっぷり弾むんよ。だからって。面白そうだし、いいじゃないか、ガーナ。いやだ。それにガーナ、最近また爆弾を誤爆させて部屋が全焼したんだろ。聞く！なぜそれを。さあ、どうしてだろうね。何にせよ、金が必要だろ。なんなら僕の報酬も君にあげるから。よし、レッツラゴーだにゃ。どうやら話はまとまったようだね。それじゃ、18世紀頃に設定してとは。適当なタイミングで呼び戻すから、気楽に楽しんできてんよ。ふふふ。ああ、それじゃあ行ってくるよ、博士。ここは海？どうやら無事にタイムスリップできたようだね。よーほよーほー。おい相棒、そろそろ狩りの時間だぜ。あ、相棒？狩りって一体何のことだい？何って、俺たち海賊の狩りといえば一つしかないだろ。ほら、俺様クエンに続け。え、ちょっと、言っちゃった。海賊ってなんかの冗談だよね。いや、あれをご覧よ、ガーナ。よーほよーほー、金品強奪完了だぜ。他人の船と財産を奪い取る、あれはまさしく海賊だね。ってことは、私たち海賊の仲間になっちゃったってこと？ヨッホー、今日はかなり稼がせてもらったぜ。やりましたね、クエン船長。うわ、想像通りの海賊だよ。ねえ、お兄ちゃん。って、何してるの？はあ、知らないのかい、ガーナ。海賊は航海に出ると、数週間から数ヶ月は陸に戻らないんだ。だから？僕が持ってきたチョコがそれまで持つか心配なのさ。今手持ちはこれだけなんだ。いや、十分じゃないかな。おいおい、何勘違いしてんだよ、カカオ。俺たちも港に帰るんだぞ。なんだって？本当に帰ってきたね。海賊ってみんな海の上で生活してるんじゃないの？ああ、確かに勘違いしてるやつも多いが、実際はそうでもないぜ。金がなくなったり、ちょろそうな船が出たら船に乗って、ちょろっと金品強奪したらまた戻ってくるんだよ。思ってたよりだらしない生活だね。よーほよーほ、まあな。でももちろん、大金を得るために長い間後悔することだってある。それこそ次は長旅になるぜ。はあ、あ、ねえねえ、海賊についてもっといろいろ教えてよ。もちろんいいぜ。ただし、ビールはお前のおごりだ。もちろん。マスター、いつもの。はいよ。へえ、おじさんこの店の常連なんだ。当たり前だ。なんたって海賊は全員アルチューだからな。え、そんなの？それなら聞いたことがあるよ。
航海に出る前に飲料水を買ったところで、18世紀の保存技術ではすぐに腐らせてしまうからね。その代わりに船員たちはみんなアルコールを飲むんだろう。てぇー、その通り。だから海賊は全員アル中になっちまうってわけだ。実際この店にいる奴らもほとんどが海賊だぜ。え、そんなの？海賊ってこんなにいるんだ。バハマ諸島だけでも200隻以上、数千人の海賊がいたと言われているからね。ああ、そういうこった。さあ、お前らも飲め飲め。気が変わった。今日は俺様のおごりだ。いいの？わーい、いただきまーす。パー。おい、カーカオ、飲んでるの？はあ、やれやれだね。こうして徐々に18世紀の時代に溶け込んでいったカカオとガーナ。そしてついに二人は数週間から数ヶ月にも及ぶ航海に同席することになったのです。ヨーホヨーホー、大量大量。ねえお兄ちゃん、普通に私たち犯罪を見過ごしちゃってるけどいいのかな。ま、僕らが邪魔をすることで未来が大きく変わりかねないからね。あまり手出しはしない方がいいだろう。はあ、確かにそうだね。あれ？そういえばおじいさん。なんだ？海賊ってこう、船と金品と、あと女の人も強奪するイメージだったんだけど違うの？はあ？あ、まあ確かに。お前の言う通り、女も戦利品として奪う海賊はいるぜ。だが、俺たちは違う。この船にはルールがあるんだ。ルール？ああ、船の上では喫煙禁止。あともう一つが、女を連れ込むことだな。もし破った船員がいれば、その場で殺すぜ。へえ、面白いじゃないか。海賊なのに随分と民主的な集団だね。俺たちはこう見えて信仰深いんだ。人から金品を奪っておいてなんだが、神に背くような真似はしねえ。それにそうでもしねえとすぐにこの船は無法地帯になるぜ。確かにみんな血の気が多そうだね。よっほほー。そりゃ船員の平均年齢は28歳だからな。え、そんな若いの？すごいね。それじゃあまだまだこの海賊団は安心だね。安心か。どれだけ若くてもそのほとんどが30歳にもなれずに死ぬんだろうけどな。え、それってどういう？さあ飯にしようぜ。待ってろ、今お前らの分も持ってきてやるよ。さあほら飯だぞ、たらふく食えよ。わーい、あたしお腹ペクペクって、なにこれ。何って、塩漬けの肉とビスケットだ。食えるうちに食っとけよ。にゃ、お肉はカピカピだし、ビスケットはレンガみたいに固くて食べられないよ。今回は長期間の航海だからね。彼らが重視するのは味よりも保存期間。美味しさなんて二の次なのさ。だからって、はあ、こんな硬かったら食べられないよ。よっほほ、それはな、本当は水にふやかして食うんだが、俺たちはおりゃ、こうやって拳で細かくして食うんだよ。そっか。とはいえガーナには難しいだろうから俺様が。あ、せーの、とりゃ、わりゃ、粉々にしすぎちゃったよ。あれ、もう一枚持ってきましょうか。え、いいの？わーい。おじさんうるさいよ、もう。糸が多すぎて身動きも取れないにゃ。全然眠れなかったにゃ。ひどい顔だねガーナ。わあお兄ちゃん。当時の海賊は寝る場所もないほどぎゅうぎゅう詰めの状態だったと聞くが、
まさかこれほどとはね。うん、でもお兄ちゃんはどこで寝てたの？僕かい？僕はあの選手で寝てたよ。あそこで？よく落ちなかったね。それにしてもよー、なんでみんなあんなに元気なんだろう。酒に酔っているのもあるだろうね。食料は少ない上に飲料水も持ち込めない代わりにラム酒やビールは一人当たり約5リットルを毎日支給していたと言われているよ。5リットル！元気の源はお酒だったのか。ああ、とはいえそれももう長くは持たないだろうけどね。え？お腹すいた。ビスケット食べちゃおっと。うわぁ、もうビスケットも全然ないよ。ティあ？いやぁ！おいおい、どうした？おじさん、ビスケットにうじが。なんだ、そんなことか。ビスケットを保管しているのは木製の樽だからな。湿気から守れず、小さな穴からうじが入っちまうのさ。そんな、それじゃあもう食べ物何もないじゃん。何言ってんだ。ほら、見ろよ。よっしゃ、ネズミゲットだぜ。あれって、長期渡航はどうしても食料不足は避けられないからね。お兄ちゃん、だからみんなああやってウジやネズミ何でも食うのさ。とはいえ彼らはまだマシな方。さらに食糧難になると革製品や船員の死体でさえも食べていたと言われているよ。死体って、海賊の生活ってそんなに過酷なの？そんなのみんなすぐに死んじゃうじゃん。大丈夫だ。あと数日で陸にたどり着ける。そうなったらたらふくお前たちに飯を食わせてやるから。おじさん、全身から出血。これはまずいね。解決病を引き起こしているよ。苦しそう。お兄ちゃん、解決病って何なの？簡単に言えば、極度のビタミン不足によって引き起こされる病さ。保存のできない野菜や果物などの食事が取れないため、どうしてもビタミン不足で発症してしまう海賊が後を絶たないんだ。そんな。事実、当時の海賊は戦いや処刑で死ぬよりも圧倒的に病死の方が多かったんだ。解決病だけでも200万人以上が死んだと言われているよ。そんなのやだよ。それじゃあおじさんは。ついに俺様の番が来たのかもな。何気にすんな。さっきも言ったが、30歳にもなれずに死ぬやつがほとんどなんだ。俺は十分生きたよ。そんなことない、私に任せてよ。よいしょっと。やった、取れたにゃ。おい、ガーナ、何をしてるんだい？何って、栄養取ればいいんでしょ。それならお魚さんを食べればいいじゃん。確かに魚にはビタミンを豊富に含んだ種類もいる。だが彼ら海賊はどれだけ腹が減っていても魚は決して食べないんだ。君も見てきたからわかるだろ。え？確かにこの船に乗ってから誰も魚を取って食べようとしていなかったけど。でもなんで？毒が怖いから？ああ、その通りだ。ならさ、ほら、このお魚ならいつも食べてるし安心でしょ。いや、その魚自体に毒がなくても中には寄生虫や細菌に汚染された魚もいるんだ。じゃあ火で焼けば。調理では防ぎようのない毒もあるのさ。もしこの広い海のど真ん中で食中毒にでもなれば、それこそ命取りになる。事実、有名な海賊が魚を食して40名の船員を失ったと、とある船長の日誌には記されていたんだよ。そんな。ごめんね、おじさん。私何にもできなかった。よーほよーほ、気にするな。その気持ちだけで十分だ。ねえ、もう海賊なんてやめようよ。こんなことしてたら、もし今回助かっても絶対に。ああ、俺もやめられるもんならやめてえな。え？どういうこと？ガーナ、スペイン継承戦争はわかるかい？それってスペイン王位の継承者をめぐって起きた戦争だよね。
ああ、実は海賊のほとんどはその戦争によって職を失った人間の集まりなんだ。よーほよーほ。まあな、海賊になるやつはほとんどが植民地出身だ。妻子もいねえ、失うものが何もない俺みたいなのが諦めて行き着く先なんだよ。そんな、じゃあ死ぬまでは生きるために海賊をやらなきゃいけんのさ。たとえ誰かを傷つけてもな。ん？この音は。船長大変っす。敵の海賊が攻めてきました。チッ、よりにもよってこんな時に。待ってろ、今俺も。そんな、おじさんはここにいて、私が行くから。何？おい待て、ガーナ。大丈夫だよクエン、ガーナはああ見えてかなり強いからね。いや、ダメだ。海賊はお前たちが思っているほど甘いもんじゃねえ。よっこらしょっと。くそ、上がってこられちまった。この野郎。うわぁ。てめえら、命が惜しければ持ってるもん全部よこせ。あと、今日からお前らは死ぬまで俺の奴隷だ。そんなこと、私がさせないよ。あ？なんだ、小娘。二刀流のこの俺様に盾つくとはいい度胸してんじゃねえが。そんな攻撃、私に当たるわけないでしょ。ふっ、なかなかやるな。でもな、おい。え、いや、何も見えない。俺は闇に紛れて殺すのが得意でな、ランプを消して視界を奪ったところを人差しで始末するのが好きなんだ。くそ、卑怯だにゃ。策士って言えよ。まあ、ほら死ね、バーカ。あれ、私生きてるってか。おじさん。大丈夫か、ガーナ。よくこの暗闇で反応できたな。当たり前だろ、この眼帯を何のためにつけてると思ってんだ。てめえみたいに卑怯な手を使うやつがいるから、わざわざ見える目を隠してんだよ。そう、クエン船長が眼帯をしていたのは、暗闇でもすぐに戦えるよう目を鳴らしておくためだったのです。だからよ、卑怯じゃなくて策士だって言ってんだろうが。君の攻撃はもう終わりだ。なんせ次は僕の番だからね。え、誰だお前。うるさ。ガーナ、最後は君がやるんだ。うん、おじさんに怪我をさせたあんたの罪は重いにゃ。そーで、うわあ。おじさん、目が覚めたの。なんだ、どうやら俺様は今回も生き延びたらしいな。よかったよ。あ、でもまたお金に困ったらお気に出ちゃうんでしょ。そんなことしてたらいつか本当に。よっほほ、まあ死ぬだろうが、それが俺の生き方だ。海賊以外この国で選択肢なんてないからな。そんな。遅いよ、カカオのやつはどこ行ったんだ。あれ、そういえば、いや、どうやら生き延びたようだね。あ、お兄ちゃんってばこんな時に何してたのさ。君に渡したいものがあってね。渡したいもの？って、お前なんだよその大金。もらってきたのさ、君の仕事を奪った相手からね。俺の仕事をって、ひょっとして王国から奪ってきたのかよ。へえ、なんでそんな危険なことは。俺はそんなこと頼んでねえぞ。よく聞くんだクエン。残念だが海賊の黄金期はもうすぐ終わりを迎えるんだ。え、あんなにたくさんいるのに。ああ、海賊の勢いに危機感を抱いた政府が水兵を強化するのさ。
それによって人を襲う側だった海賊はいつの間にか襲われる立場へと変わり、あっという間にその命を落とし幕を閉じるんだよ。おいおいマジかよ。それにこれはあくまで妹を救ってくれたお礼だ。何に使おうが君の自由、好きにしてくれ。いいのか、本当にこんな大金もらっちまって。私を助けたお礼だよ、受け取っておじさん。よーほ人にこんなに優しくされたことはね、涙が止まらねえよ。へへへ、よかったにゃー。あれ、お兄ちゃん、これって。ああ、どうやらようやく帰れるようだね。本当にありがとな。って、いいね。おい、どこ行っちまったんだよ。おお、二人ともお帰りね。タイムマシンの乗り心地はどうだ。踏んだ。どうしたね。なんで怒ってるんね、ガーナ。何言って、もっと早く戻してよ。何ヶ月経ったと思ってるのさ。それはおかしいね。こっちではまだ2時間しか経ってないんよ。何それ、どういうこと。どうやら過去と現在の世界では時間の流れにズレが生じるようだね。これはまだ少し修正が必要だね。二人とも貴重なデータをありがとうだんよ。でもさ、海賊ってみんながみんなやりたくてやってるわけじゃなかったんだね。ああ、現代も西アフリカなどに海賊がいるが、今も昔も政府や経済の破綻によって仕事を奪われた者がやっていることがほとんどだ。海賊が存在する根本的な理由を解決しない限り、この問題は解決できないのさ。罪のない人たちを襲う海賊は許せないけど、罪を犯さないと生きていけないなんて悲しすぎるにゃ。そうだね、博士、タイムマシーンなんていいからさ、世界を平和にする装置を作ってよ。それはちょっと無理な話だね。そう言わずさ、ちょちょいと作ってってば。ちょいとってそんな簡単に言わんでほしいよ。もう何さ。人がいる限り世界の平和は訪れないだろうね。海賊ね、創作のお話に出てくる分にはかっこいいんだけど、実際に出会ったらなかなか厄介よね。でも海賊が仕事を奪われた人たちの行き着く先だとは知らなかったよ。物事には必ずそうなった理由がありますからね。カカオたちに救われたクエンたちがその後更生して幸せな生活を送れることを願うばかりです。いらっしゃい。チョコレートパフェを一つって、あれはクエンじゃないか。お客さん、どうして俺の祖先の名前を。祖先だって。ああ、もともとは海賊だったらしいんだけど、急に辞めてこの店を始めたらしいんだ。似顔絵と名前が残ってるし、海賊の話を書きたい人なんかはここでよく取材に来るぜ。お客さんもそれかい。いいや、ただのチョコ好きだよ。海賊が先祖でも君はグレずにやっているようだね。まあね。それじゃチョコレートパフェ1丁入ります。妻子がいないと言ってたけど、あの後うまくやったようだね。やるじゃないか、クエン。